よし、じゃあ行きますか。水晶霊の川登っていく感じかな。光差しとる、いいね、こういうの。神秘的だ。音が流れております。カエルが出ますよね。それはこれはそう。あ、水面自分映るタイプ、素敵です。ありがとうございます。ポイズンチェック、これアクセサリーじゃないだよね。え、ポイズンになりにくくなるやつよね。うん、綺麗に映るね。あ、いや、なんでもない。水の中入れるのかと思った。すごい不思議な感じだね、景色が。あー、わ、滝だ、滝の裏。よくぞここまで。なになになに、え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 、よくぞここまでたどり着きましたね。ああ、大精霊様、これってひょっとして。お、なんだなんだなんだ、ここにいるの。人間を見るのは久しぶりです。で、大精霊が一体何なのか問題。大精霊ウンディーネ。ウンディーネなんだ、へえ。この周りのはイクラに見える。あ、本物なんだ。大精霊ウンディーネ、成長なる流れを司りし者よ。この土地に足を踏み入れたことをどうか許していただきたい。大精霊ウンディーネよ、教えてくれ。この世界にグランドフォールが訪れているのは事実なのか。答えてくれない。大精霊たるこの私が何の意味もなく人間と言葉を交わすなどよもや思ってはいないでしょうね。なるほど、つまりそういうこと。 それではやはり。あ、いえ、伺いましょう。あなた方の望みを。望み、ここ入ってほしいよ。世界を救うにはあなたたち大精霊の力が必要らしいの。協力してもらえませんか。これが失礼な願いであることは分かっているつもりだ。しかし他に方法がないんだ。それではあなた方の気持ちを行動で示していただくことにいたしましょう。ですよね。ここは精霊たちが眠る場所です。覚悟を決めたらもっと奥までいらしてください。はーい。この周りに飛んでるの精霊なの。キル、どういう意味なんだ。覚悟を決めろって。力を示せってことじゃない。ウンディーネと戦うってことさ。戦うったって、相手は大精霊だぞ。勝てんのかよ。うん、ウンディーネは僕たちの力を見たがっているんだ。うん、大切なのは全力を尽くすことさね。うん、何でもやればなんとかなるもんだって。いけるいける、いけるいける。ビットったくしょうがねえなーみたいな感じかな。ちょっと待って、光を調べるよ。キャンプできる。エスティアンディウヌンディフルイバースバーディドゥインスウピグイウキキあ、キール、さてはメルディの歌声に釣られてやってきたんでしょう。だ、誰がこんな音痴に釣られるものか。音痴って失礼な。恥ずかしいね。おそ松様、おそ松様、なんだ、もう終わりか。まだ曲の途中だろ。最後まで聞かないと気になるじゃないか。ほんと素直じゃないんだから。ほんと素直じゃないね。まあ16歳17歳こんな感じですかね。もう一回は意味ないかな。一応ね、念のために止まらないと。メルディのクレーメル刑事、
セレスティアの緑の結晶、ずっと動かない。キールのクレメルケージ、インフェリアの赤の結晶、ゆらゆら動くね。確かにそうだな。メルディのクレメルケージにも同じような小霊石が入っているが、内部構造は違っているようだ。いや、待てよ。この構造は以前どこかで見たような。はい、そこまで。出発するよ。ほら、早く。忘れ物はない？ちょっと待って、もう少しで思いつきそうなんだ。もうプレイヤーのわしも気になるやつよ、それ。やっぱ2回目ある時がある。止まらなきゃ、使命感。しかもさ、起きた後に話すタイプだったね。はあ、そういうこともあるんですね。ということで、続きもやっていこう。よし、採用までおそらく来ました。ウンディーネ、ここまで来たということは覚悟ができたということですね。手加減はいたしませんよ。ああ、そういう感じなんだ。へえ。RPG やってたらこういう出番はよくありますよね。よろしくね。みんなで一生懸命戦いましょう。あ、ボス曲。おー、強ー。めっちゃノックバックされた。間違えた、ごめん。雷神総破山、最後までさせてくれんな。待って待って。うう、いた、めっちゃいた。ちょっと後ろ回ってみようかな。なんかハート出てたりする。いや違う、ハートが出てるっていうか、盾がハートなんだけど。回復しといた方がよくない？回復をこうじゃん。さあ、リットじゃない、キールがさ、 MP、TP ないんだよね。どうする？ TP 回復する？その前に自分回復。どこまで行く？待って、回復してあげられる。あ、危ない。いや、これかわせますか？待って、逆にって行くべき。めっちゃ強じゃない？ちょっと待ってね。まず TP がないことが問題です。オレンジ組をこうじゃ。止めると、あ、な、後ろからでそんな感じですか？ね、どうしますか。アップル組をこうして、避けるからのアップル組を使い、これ、アイテムのリキャスどこにあるんだろう。ライフボトルじゃないよ。オレンジ組をこい。あとスペクタクルズ使って、ちょっとどんぐらいか見よう。あーはー、あと1/3。待って、で、蹴散らない方がいい。アップルグミを使い、待ってアップルグミを使い、うー、で、自分、やまった回復かな。あ、これ避けた方がいい。で、回復、オレンジ組使おう。オレンジ組、自分で使おう。ちょっと待ってね。あ、間違えた。こうして、オレンジ組を自分に使い。よし、メンタルバングル。よっしゃー。しかし、私はインフェリアにおいて根源精錬の一つに過ぎない。やっぱりいっぱいいる。属性ごとにいっぱいいるタイプね。すべての大精霊が必要。なるほど。イフリートとか。答えてくれなかった。
見た目でわかるの。あ、症例のステータスを見たり、症例の入れ替え。あ、何ステータス付与とかあんの。アイテムを使用。アイテムを使用、何何、育てんの。フリンジって何。新たな症例術が発生する可能性がある。症例の活力は平均化される。大症例はそれぞれ基本症例術を持っているから、フリンジコマンドを選べば基本症例術は生まれる。あ、やれっちゅうことね。確かに光ってる。スプレッド。なるほど。症例コマンドを選んでみた。まだ選んでない。もう一度押すと入れ替える。これでフリンジしたら何にも発生しない。なんかある程度止まんないとダメなんだろうね、経験値みたいな。活力ゲージ、元気かどうかわかる。元気かどうかわかる。その技使わないと上がらないタイプ。聖剣2みたいな感じかね。ゲージが最大になったら大勝利そのものを召喚できる。へえ。なるほど。こういうさ、リミットゲージ的なやつってさ、ケチりにケチってなかなかレベルが上がらないタイプの人間なんだよね。例えばファイファン7のリミットブレイクとか、オリジナル版なんか雑魚戦とかで使わないでいたら全然レベル上がらないまんまクリアしたような記憶があるんだよね。戦闘中、バイタリティマクシムの表示とともにキャラステータスの下にマックスの表示が出たら、術技メニューから活力が最大になっている召喚術を選ぶ、選択することで使用できる。なるほど。やってみないとわかんないな。なんで光った。え、これな、入り口戻れるの。え、回復とかってあんの。え、初めて知ったんだけど。え、リレミとかできるってわけではないんだよね。私、え、今までこれ回復できてたの。ちょっとハードモードで戦ってたかも。これ相変わらず自分の足じゃないと帰れないんだよね。レベル上げできるから全然いいんだけど。むしろ私昔のドラクエとかもさ、リレミット使わずにさ自分の足で帰るタイプの人間だったんだよね。戦闘も楽しいし、お金とかレベル上げのために自分の足で帰った。ドラクエとかもね、なかなかお金がカツカツなゲームだったから、今んとこエターニアは全てにおいてちょうどいいというか緩めだなって思いつつ、まあイベントとかもあるから自分の足で帰れって感じかな。休憩。そういうこと。自分から言い出した。まあ休憩は大事よ。ナキル、大症例って全部で何種類いるんだ。確かに正確にはわからん。だが一般的には4種類いると言われている。チフイ、チフイってチスイ、カフ、水、火、風、以上3つの根源症例とそれらを統括する光の症例だ。へー、なるほど。へー。で、ウンディーネ以外の大症例はどこにいるんだ。それらしいとこに行くしかない。火山とかあんの。ウンディーネは教えてくれなかったね。あ、そういえばワールドマップ見たら砂漠があったね。大症例と人間とでは存在する次元が異なるんだ。人間の前に姿を現してくれただけでもすごいことなんだぞ。そっか、そうだよね。なあ、これからのことなんだけどさ、インフェリアを目指そうぜ。インフェリアって王様のお城に行くってこと。あ、っていうか確かにこのセレスティアがじゃなかった、インフェリアが、インフェリアのこの土地がやばいっていうことを偉い人に一旦言うってのはありかもね。
あ、でもそれでキールは大学を追い出されちゃったから、あんまり騒ぎ立てると良くなかったりもするのかな。難しいところだなこれはね。信じてもらえるかもらえないか。なあ、全ての大奨励を集めるなんて、もう俺たちの能力を超えてるぜ。一旦相談するのは現実的よね。俺たちはグランドホールについて王様に話すだけで十分だ。違うか？なるほどね。でもまあ一番合理的ではあるね。でも私たちにだってウンディーネと契約することはできたよ。たまたまうまくいっただけさ。何かあってからじゃ遅いんだ。身の程わきまえろよ。うん、言いたいことはわかる。確かに国の一大事は王に報告する義務があるな。うん、キール、大体王の許可も取らずにあちこちで大奨励探しをやってみろ。いらぬ嫌疑をかけられないとも限らないぞ。うんうんうん、そっか、決まりだな。次の目的地は王都インフェリアだ。大奨励は近い。心配すんな。王様がグランドホールのことを知ったら軍隊を総動員してあっという間に全部の大奨励を見つけてくれるぜ。どうかね。めっちゃめたいけどさ、とりあえずさ、ティールズもなかなかこう牢屋に閉じ込められる系のゲームじゃん大丈夫かなってね、ちょっとなってるよね。メルディ、私たちの王様を信じてね。どうなることやら。インフェリアは密林を抜けていく。はーい、一回行ったね。いやー、みんなの頑張りを私は見届けていく所存なんですけれども、今の使った？スプレッド今の。おお、すごい。スプレッドってこんな強力な技なの？あのミクリオがよく使ってたさ、なんだっけ？あー、ド忘れした。ド忘れした。ダイタルウェーブみたいな、タイダルウェーブみたいなやつ。なんだっけあれ？メイルストロームだ。みたいな感じだね。スプレッドっていうとなんか1回目か2回目ぐらいの魔法のイメージだけどね。なんだ、ポイズンチェックもらった。状況説明をしたいんだっけ。あれ、あ、こんなにあったんだ。メンタルバングル。自分かな。タリスマン、防御力、そんなものがあったのですね、この世の中に。マント持ちすぎ問題。マップをご覧ください。下の赤いところがさっき言ったなんだっけ、水のなんちゃらのとこなんですけど、奥何があるんかなと思って奥に来てみたら今のがあったって感じでしたね。ここで行き止まりかな。そっか、クレーメル刑事ってここになるのか。つまりフリンジできる？まだできんか。光ったらできるなのかな。この端から向こうがイザナイの密林っていうところからなんですけど、キャンプをしてチャットがあるかどうかを確認します。グランドフォールか。やはり僕の学説は正しかったんだオルバース爆動は連鎖的に世界が崩壊することの予兆だったんだ。キールの学説の全部正しいかは謎だよ。なんだって何を言ってるんだ僕の理論のどこが間違ってると言うんだよ。間違ってるも正しいも全部同じ場所であるよ。そういうこと。そういうことってどういうことだ。ちゃんと理論的に説明してみろ。おいもう怒ってるからっていうことなのかな。ちょっと今の意味ちょっと深そうじゃないですか。なあ、推奨霊ってなんでできてんだ。歴史上その議論は幾度となく繰り返されてきた。だが近年になって奨霊が物体によって構成されていると考えること自体が誤りなのではないかと捉えられるようになってきた。すなわち、あ、わかったぞ。
水だろ。水でできてるから水晶霊だ。ふぅ、な、水だろ。な、正解だろ。違うのか。リットこういうとこ可愛いよね。でも確かに水水晶とかっていうもんね。あのあたり止まってたんだけど。はい、ということでチャットはこれだけみたいですね。で、こっから入る時、こういう時はソーサラーからやんないとめんどくさいことになるのですよ。あの右のマッチョさんも何気に使うんだよね。で、月をやっていく。これは月武器なので。他のキャラ全然やんないね。で、ここがイザナイの密林で、前入ろうとしたけど、こっから先はオートだよみたいなこと言われて行かなかったんだよね。ちょっと不気味。もうちょっとなんか利便性ないんかね、こういう世界って。 RPG あるあるだけど。あ、なるほど、船で行ってんのか。そっかそっか、そうだよね、言ってたわ。だけど商人か何かしか乗れないみたいな話してたんだよね。違ったらごめんね。門構えいいね。うわ、アイアンアームズ、アイアンアームズ、ここか、違う、ここか。すごいね、飛躍的アップするね。ということで、カットしつつ楽しんでいこうと思います。お化け出てきた。そういう感じ。亡霊たちな。後ろから来たけど。うわー、なんだ。坂島のもの向き合わば真の道開かれん。坂島のもの向き合わせる。坂島のものって何。逆って意味。逆の像を向かい合わせる。逆の像、動かないの。逆の像を向かい合わせる。逆って何。混沌を司る神の像。イザナイの森の主神像。何、そんなことわかんない。混沌、秩序。秩序と混沌は逆じゃない。想像。これ今やんなきゃいけない。破壊。特に何もなさそう。ちょっととりあえずメモだけするか。お、なんだ。ああ、体力回復。 TP は相変わらず回復はしない。こういうの本当に優しいなって思う。これ樹液みたいな感じなのかな。いや違うな、根っこに綺麗な水があるんだろうね。不思議。まあ、なんだ。思わず避けてきちゃった。これなんだ。当たってる間に減ってる、減ってる気がするな。あ、破壊を司る石像。右向いてる。あの、あれも右向いてたわ。どうしたらいいの、つまり。わかんない。どう、坂島のもの、坂島のもの。あ、いい。あ、ここにもある。これ向き合わせてみる。え、なんだっけ。左に破壊と混沌。坂島よくわかんない。これなんか変わったから。こういう場合ってさ、2個あったらどっちか1個だけ変えたらなんとかなるパターンじゃない。あ、あった。これはフレアボトルってなんだ、初めて見たかも。あー、へえ、防御力減少しちゃうんだ。なるほど。これ上、あ、上向かないんだ。坂島、ってか結局どういうことだってばよ。下はどっちだったっけ。こっち右向けてみて。え、どうだったっけ。全然わからん。いや待てよ。
これが創造なんだよね。創造と秩序と混沌と破壊でしょ。マップ的に、どういうことなんだ。マップ的にこれが右側にあるから、この2つと向こうの2つを一緒にすればいいのか。だからつまり向かい合えばいいから、こっちを左向きにするってこと。おおおお、どこの小道なんかどっか行き止まりみたいなとこあったっけ。なに、あ、こっち、ナイス、マジでどこかと思った。こっち、小道がなんちゃらって言ってたよね。そんなとこあった。あ、こっち、おー親切。中間ポイント、ゴール。